こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、 Perfume のポリリズムの秘密ということでですね、あの曲すごくよくできてて、あのポリリズムポリリズムってなってるじゃないですか。あれって5拍子でしょ。で途中でリズムリズム3拍子になって、ムムムムっていうの3拍子の半分になるんですけど、それが行ったり来たりしていく、ドラムとみんなとずれていくっていう、こう 2セーブ3セーブでずれていくっていうところに、あの曲のポイントがあると思うんですが、そういうところに焦点を当てて解説していきたいと思います。それでは、まずはですね、内容はですね、まあ、テクノのドラムっていうことですね。打ち込みのドラムの特徴っていうか、無機質な感じにするためにはどうすればいいか、そして基本ビートと軽い足のフィルイン、これはよくあの、打ち込みなんかで使うと、これをやると打ち込みっぽくなるよみたいなやつ、ポリリズムの2セーブの工作、そして、もう一個は3セーブになって工作していくっていうところの、内容ですね、なのでこの辺面白いので、ドラマーじゃなくても聴いてても面白いかなと思います。2番の部分ですね、2番の、その、 あのサビまでのメロディーのところに対して、まあ、ここは、まあ、テクノビートと基本ビートの、まあ、おさらいみたいなところがあって、で2番のサビから最後エンディングに向かうところっていうところの解説をしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。まずテクノドラムの特徴なんですね。テクノっていうのはですね、まあ、テクノロジーとかそういうの、まあ、YMO のね、坂本龍一さんとかああいうの人たちが始めたやつなんですけど、僕もね、学生の時に、専門学校行ってる時にね、松坂くんっていう子が、すごくこういうテクノをやっててですね、すごいテクノのよくダンスしに行きましたね。こうイベントとかですね、こうあって、もうみんなでこう朝まで踊り狂うっていうのをやってたんですけど、で彼にいろいろテクノのことを教えてもらったんですが、こうシスコっていうね、もう今もないんですけど、渋谷にあるシスコっていうお店があって、そこでですね、こういうこうレコードを買うんですね。ターンテーブルにレコードを載せるんですけど、バスドラだけしか入ってないよっていうのがね、こういうレコードが売ってて、そのバスドラを主張してね、このバスドラいいなと、このバスドラ、バスドラだけのコーナーがあってね。で、こう、この、このハイハットの部分だけがあったりとかね。でそうすると、ターンテーブルでこう、バスドラとハイハット足して、で、よくある流行ってる曲にそれを重ねたりとかして、要は、普通だったらバスドラをこう、でやってるのにバスドラをっていうのを重ねることによってダンスミュージックにしちゃおうみたいな感じだったんですね、ターンテーブル。でバッてこう、スイッチを切ると、要はブレイクになるでしょ。だからダン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 でっていう形になって、要は即席でレコードで作るんでフィルインがないんですよ。なのでこことかもそうなんですが、最初シャーターとても大事なっていうメロディーが入ってくるでしょ。で急に2段目になるとバスドラが入ってくる。だからうっ繰り返すっていうところに入っていくっていうことですね。っていうところが、テクノドラムの特徴でございました。はい、基本ビートと軽い足のフィル。なのでこのパターンで、これが基本なんですが、特にこの裏拍を強調します。テクノっぽいですよね。だから要はアップビートが2つ、ワンエンワンエンワンエンっていうのと、ワンワン、こう2つのアップビートで体をこう上下させたい。こういうやり方ですね。でここにバスドラがこう書いてあると思いますが、4小節この曲やらないんですけど、例えば、世界の終わりの曲とかもよくあるんですが、4小節ごとにこういう感じでドンドンドンっていうのがバスドラで入ります。これを4小節ごととかに区切っていくと、要はこういう、この間やった2拍のフィルインとかが逆に入らない方がこのテクノっぽくなるって感じですね。なんか足の軽いフィルインっていうのはここのことですね。ここもさっきと、同じですね。ワン、ツー、スリー。で、裏拍でいいと思います。はい。それではポリズムの2セーブの工作ですね。ここですね。要は、この、
ここからキーボードがですね、ダンチャ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 ンっていうのをずっとこう、これは16音符の三つ割り。とこうずれていく感じになってるんですね。でこれが要は3つ でバスドラはこう4の声部に行っててキーボードは3側に行くってことなんですね。で歌はポリリズムポリリズムなのでポリリズムポリリズムこう8音符でポリリズムってやっていくんですよ。でポリリズムポリリズムずっとやってるけどここからリズム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 になるんですね。なのでここで要は三拍子側に近づくってことですね。だけど三拍子側からだとずれてるわけですよ。ちょっとずれてる。だから遠いところから相手に近づいてきて、でここ次ですね、その4の裏からまたポリリズム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 でここはウフフ、ここからポリリズムでポリウフフポリウフフポリウフウフフに聞こえたんですけど、ウフフ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 ふふふ、ここでぴったり3に合って、ここから、う、う、ふ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 、で、の、で、頭でドーンってみんなと一緒になるみたいな。要はなんかこう、あなたと私はこう、ちょっとずれてって、でも結局こう、近づいて、遠くなって、また一緒になるみたいなね。恋愛のその感じ、なんかこう、ずれたり、ちょっと寄ったり、ずれたり、寄ったり、最後一緒になるね、みたいな。ここで落ち着くんだよね、みたいなところが、ポリリズムの歌詞とすごくこう、マッチしてるんじゃないかな、というところですね。中田ヤスとかマジックだと私は思ってございます。なので、ここからバスドラの4の裏が入って、ここは帳尻合わせでバスドラが。なので、ポリリズムのサビの前半はさっきと。ここはハイハット開けたいなと思う。終わるんすよ。これすごいでしょ。これ C がね、この C っていうのはなんでここに C したかと、ここは頭から始まってる3拍のフレーズなので、ね、ドーンとパッドンツトンターンドンで、トンタンドンっていうのが B で、で最後はツトンターンドンってやるとちょうどフレーズが終わるでしょ。だから逆算してるんですよ。だから C B A B C B C から始まる、ここを C でやって、要はここは、まあ要は B の変形なんですよ。だから要は1のここの裏から入りたいからね。だから最初頭踏んでるんだけど、どん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 で始めてるってことね。で、B C A B C A B C ってやったらちょうど頭で落ち着くでしょ。だから。これめっちゃ気持ちいいんですよ。でこの途中でこの足はキーボードと合ってるからポリリズムがずっとずれてくんだけど、途中でリズムリズムで近づいてくるんだけど、でまた最後ウフフフフってなっていくところがこうだんだん近づいてきて、最後頭でドーンって一緒になるところがすっごい気持ちいいんで、これ音源に合わせてぜひ叩いていただきたいなと思います。ぜひ練習していただければ。まあ、2番の部分はですね、頭ジャーンってやったら、あとはこのツッチキタッチキに戻ってですね、ここのフィルインがですね、まあこれ打ち込みなんで多分こうなんだけど、ここね、ウトトトウトトトトタがやりにくいので、ウタトンタで右からっていくと、ワンテウッ、でここから。急2拍だから突然途切れる感じ。気持ちいいんですよね、これ。だからテクの特有の気持ちよさがあるので、ぜひこれ一緒に合わせて練習していただければと。今のサビからのエンディングはここはもう足はついていかないで、もうバン
でリズムリズムポリリズムのところで終わるわけですね。ここで最後高座に飛んで終わるという形になっております。非常にね面白いというかね、これ初めて気づいた時はすごい感動しましたね。この足とこの一緒に叩いてみると分かるんですけど、足にだんだんメロディが寄ってくる感じがすっごい面白いんで、ここの部分ですね、この部分はですねぜひ、マスターしていただきたいなと思います。これだからね、ドラマーじゃない人もこんなことやってんだと思って聞いてみるとですね、すごいこう、あ、なんかこう離れてって近づいて離れてって近づいて最後一緒になるよっていうところが分かるんじゃないかなと思いますので、ぜひこれは楽しんでいただけたらと思います。というわけで、Perfumeのポリリズムの秘密でございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。